皆様こんにちは、キースジャガーです。令和元年2019年12月1日日曜日10時57分です。おはようございます、こんにちは。はい、阪神高速4号湾岸線大阪市内神戸方面行き、今大浜のあたりです。はい、大浜、急に道路が綺麗になりました。2019年の11月20日から30日10日間通行止めにしまして、この区間ですね、あのアスファルト綺麗かと思うんですが、リフレッシュ工事通行止めということで終日通行止めを行いました。そのエリアを今走ります。ご覧ください。大浜入り口から合流してくる車ですね。まあ、見た目としましてはアスファルトが綺麗になった程度でそんなに変わりませんね。街灯が増えたとか防音壁が増えたとかいうこともなく、アスファルトが綺麗にリフレッシュされたと。まあこんなことでよく10日間も通行止めにしてくれたなと思いますけどね。散々でしたね。はい、大浜からまず三宝ですね、この三宝ジャンクション、そして三宝から鉄砲も通行止めだったんですが、こちらの方ももう解除されてるかと思います。一応あのバリケード何もないんで通れると思います。三宝から南港北ですね、次の区間。三宝から南港北も通行止めでした。走ってみましょう。この先合流があります。注意してください。はい、三宝の入り口の方から合流してくる車は左からございます。この先ですね、阪神高速4号湾岸線は右2車線が神戸方面、左1車線のみが、大阪市内行き、大阪高線になります。まあだいぶ先ですけどね。4.2 キロ先です。はい、左手に見えますのが大和川です。この川を挟んで、堺市から大阪市へ、今切り替わりました。大阪市住之江区です。大阪市住之江区、今平林のあたりですね。まもなく、4号湾岸線大阪市内神戸方面行き、北行き、南港南の出口がまもなくあります。鳴尾浜から甲子園浜の間の工事が渋滞1キロとなってますね。まあ、日曜日の朝、まあ、昼下がりですね、もう11時なんで、今、11時01分です。日曜日のこの時間帯、ほとんど近畿圏内、関西圏内、渋滞ないんですが、工事区間だけ、鳴尾浜から甲子園浜の間だけが渋滞しているようです、1キロね。はい、南港南の出口、南港フェリー、フェリーターミナルの方に、用の方、南港南とお見せください。制限速度80キロの道路です。片側3車線の広い道路、南港南を過ぎて南港中に向かっております。この区間はあのカーブが結構きついですね。まあ、あの制限速度守っていただけると十分曲がれるカーブですけどね。
はい、間もなく 1.6 キロほどで、南港ジャンクション復帰してまいります。まずはじめにこの左側から上へ登ってくる車見えますでしょうか。左の入り口から合流してくる車は、南港中の入り口から乗ってきた車です。この先合流があります、注意してください。阪神高速4号湾岸線大阪神戸方面向き、北行き南港中入り口です。でこちら、南港フェリーターミナルですね。はい、ここが間もなくあと 800m ほどで分岐してまいります。右手が、切り替わります。5号湾岸線神戸方面5号湾岸線に切り替わります。今まだ4号線ですけど5号線に湾岸線番号が変わります。5号線は神戸方面北港方面ユニバーサルシティ、淀川左岸線を行きますと3号神戸線にも行けます。こちら の太い線が引いてあって天保山と書いてあるこちらこの左の1車線のみが、16号大阪高線に接続します。16号大阪高線大阪市内向け中央環状線、13号東大阪線第二阪奈道路近畿道、まあそういったあたりご用の方はこちらです。5号の湾岸線、4号の湾岸線、湾岸線と名の付くところはほとんどが、まあ、料金所の手前とかは一部区間ちょっと変わるんですけども、ほぼ湾岸線は80キロの道路です。でこちら大阪高線16号大阪高線入りました。こちらの道路は60キロの道路です。はい、南港北、南港北は、大阪市内向き大阪高線にも、5号湾岸線の神戸方面にもどちらにも入り口がございます。まあ、入り口一つなんですが中で分岐していく左に行けばこの私が走っておるこの大阪高線、右側に分岐しますとこの港大橋この真下に走ってるんですよ。ちょうど下に走ってます。2段ベッドみたいになっていて、上の方がこの16号大阪高線、下の方が5号湾岸線です。神戸方面この大きな橋が港大橋です。上を通っておる分16号大阪高線の方が景色は見晴らしはいいですね。ちょっとでも上なんでね。あと上が道路も走ってなくて空なんで、16号ではないわ、5号の湾岸線の方ですとこの16号が天井にまだ上にありますんでちょっと薄暗い感じもしてますけどね。これはい、間もなくこの道路を渡り切りますと、港大橋を渡り切りますと右手に出口がございます。右手です。右手に出口があってこれが天保山出口、海遊館とかね、まあ、ちょっと離れてるけど大阪ドームとか、大阪ドームやったらもうちょっと進んでから降りた方がいいか、まあ海遊館でいいでしょう。まあ、天保山の方に来ようの方はこちら右手です。一番右に出口ございます。はい、もう間もなく制限速度60キロから50キロに下げられます。50キロにここから下がります。はい、天保山出口越えました。制限速度50キロ、はい、この合流区間連続合流なんでちょっとスピード落としてくださいよということで50キロになってます。まず左手から北港ジャンクションから5号の湾岸線から合流してくる車、そしてこの左手合流終わったと思ったらすぐに右手から合流ありました。一番右車線から入ってくるのが天保山入り口です。一般の天保山入り口からの合流です。右が天保山入り口、左が、北港ジャンクションからの合流となっておって、左も右もどっちも合流があるんですごく危ないです。
同時に合流があるんで、大阪高専と、鉄砲山入り口と北港ジャンクションと3つが一気に合流しますんで危険です。はい、左手朝潮橋パーキングエリア16号大阪高専のパーキングエリア、ここだけです。はい、朝潮橋パーキングエリアの出口です。これがね、合流してきます。しばらくカーブが続き、合流もしばらく続きます。ただこの区間は制限速度50キロです。阪神高速16号大阪高専東向き、東大阪奈良方面向き、まあ大阪中央じゃない、大阪環状線向きですね。東大阪線まで、東大阪奈良まで行ってしまったらそっちになってしまうので大阪市内大阪環状線向きです。ちなみにもう今現在住所的には大阪市内走っております。まもなく波よけ出口、波よけ出口は、12号森口線に乗り継ぎ所となっております。ですが波よけで降りられて12号森口線道島入り口、そこまで下道走ろうと思ったらちょっとだいぶややこしいんでね、迷子になって余計時間かかったりすることがあるかと思うんで、あんまりおすすめしません。やめといた方がいいかと思います。ややこしいです。これがね、簡単に行けるんであれば私もね行くんやけど、ね、行かない。はい、波よけ出口、波よけ出口を越えますと、本殿の入り口があるかな、右から合流してまいります。今の時刻11時10分です。はい、右から合流があります。この右の合流は、下道の中央大通りという一般道路、本殿入り口というのがございます。本殿入り口から登ってくる車が右から合流してまいります。はい、ここからかな、もう今60キロ区間か、一応大阪高専基本的に60キロの区間です。合流の多い場所はちょっと50キロに制限されております。一部区間で、はい、左手が西長堀出口です。はい、阿波座出口の 800m 手前まで来ました。阿波座の出口は右側に降りていく形になります。一番右車線、今こうやって降りていくのを見たら4車線見えてると思うんですが、一番右車線が阿波座出口です。この区間も 500m ぐらいしか合流区間ないんでご注意ください。車線変更もね、今日は日曜日なんで空いておるんですが、渋滞が全くないんですが、平日の日中は大変ここ混み合いますのでご注意ください。阿波座に出られる方は結構強引に行かないといけないかもしれない。
そしてこの一番左がゼブラゾーンに変わりましたね。これ絞り込みました。はい、左車線なくなりますんでご注意ください。これ今ちょっと工事中みたいになってて、下に降りていくスロープみたいなのが見えたかと思うんですが、これがね、おそらく土砂降りの手前で合流するんですよ、後々。これが合流してくれると池田線、森口線に行きやすくなりますね。今までやったら環状線ぐるっと回って一周回ってこなかったら行けなかったんですが、あのまま左に降りられるとだいぶ渋滞がなくなりますよね。まもなく早くできてほしいもんです。もう完成まもなくですけどね。はい、左壁を隔てて左見えておるのが、これが中央大通りです。はい、ここで東千葉ジャンクション、東千葉ジャンクション1号環状線が一番右車線のみです。一番右車線が1号環状線、そして真ん中車線と左側車線、これが13号東大阪線と東千葉ジャンクション、阪神高速13号、東大阪線13号の東大阪線、ここがスタートです。出発地点、制限速度60キロです。この先、合流があります。注意してください。ここもね、平日の、日中は大変混み合いますんで、渋滞してても宝円坂の出口からここ繋がってて、左車線、私が今走ってる車線もう走れないよみたいなことになるんで、東大阪方面行く方は早めに右に寄っといた方がいいですね。この宝円坂出口大変混み合います、平日は。はい、今日は渋滞なく越えました。宝円坂の出口過ぎました。宝円坂降りられますと、左手に見えてまいります大阪城ですね。大阪城の方にご用の方は宝円坂で降りてください。阪神高速13号東大阪線、東向き、東大阪奈良方面行きですね。宝円坂の出口を過ぎて森の宮の手前、今左手にちょっとカメラでは映せないんですけれども、大阪城の方がございます。制限速度60キロの道路です。森宮過ぎてしばらく高井田の手前ぐらいまではこの上り下りが結構ありますので、速度ご注意ください。はい、13号東大阪線、東向き、東大阪奈良方面行き、森の宮入り口です。森の宮入り口、はい、森の宮入り口越えました。東大阪向きはもう次は東大阪荒本まで入り口がないんですよね。森の宮で入らないと高井田も長田も乗れないんでご注意ください。入り口が少ないんですよ。もうこの先出口ばっかりです。近畿道のところまで行くと東大阪荒本があったりするんですけど、入り口はまあそこまではもう入り口ありません。東大阪荒本を越えると、あと東大阪方面はもう入り口ないですね。ただいまの時刻が11時16分、令和元年2019年12月の1日日曜日11時16分です。阪神高速13号東大阪線、東行き、東大阪奈良方面行きです。現在、森の宮入り口過ぎまして高井田出口の手前です。制限速度は60キロ。環状線の方から、大阪市内の方から東大阪の方向いて近畿道の方に向かって走っております。
下り坂終わりますと、高井田の出口が左手にございます。13号東大阪線東行き東大阪奈良方面行き高井田の出口です。入り口はございません。高井田出口です。制限速度60キロの道路です。すぐにございます。左に分岐あります。東大阪ジャンクションです。東大阪ジャンクション、こちらは東大阪荒本の出口もございます。はい、まっすぐ行くと東大阪線なんですが、ここで分岐入ります。東大阪ジャンクション出ました。右手の方が近畿道松原和歌山方面、東大阪荒本出口方面です。左に取りますと近畿道水田茨城方面、第二京阪の方で京都方面に向かうこともできます。左に取って今近畿道の、東大阪の料金所入ります。この料金所は料金所のゲートのバーが開くのがスピードがゆっくりなんで、スピードご注意ください。飛ばしていくと当たります。さっさと開けてほしいですけどね。あんまり失速しすぎると、ここすぐに料金所出てすぐにこうやって合流があるので、20キロとか下がって、そこから今度これを80キロで合流せはなかなかね難しいんですけどね。今まだ55キロですからね。60キロです。60キロで80キロの道路へ合流します。ね、ビュンビュン来られたらこれ